釣りに行きたいと思います、今神奈川の方に向かっていて、しかもなんと大潮らしいので、ちょっと潮の状態も良さそうなので、仕事終わりで急遽なんですけども頑張っていきたいと思います。今年もこの季節がやってきました。その美しい姿に恋焦がれ、何度も何度も挑戦してきた太刀魚釣り、今年こそ。そんな思いを胸に、私の太刀魚シーズンが開幕します。久しぶりの夜釣り、本日はこちらの釣り場にやってきました。暗闇の海を目の前に、ワクワクが止まりません。早速やっていきます。本当に久しぶりすぎる太刀魚釣り、何をどうやって準備していたかほとんど忘れています。記憶を掘り起こし、道具箱を漁ります。あ、そっか、リーダー、とりあえず作っていくのは電気浮き仕掛け。夜釣りといえばやっぱり電気浮きの点灯式は外せません。去年の残りのケミライトを、こちらの仕掛けにねじ込んでいきます。餌に使っていくのは冷蔵庫でしばらく眠っていたキビナゴたち。まずはこちらの仕掛けでやっていきたいと思います。ゆらゆらと灯る緑の光を、ふわっと海に浮かばせて、のんびりと夜の海を楽しみます。反応がなさそうだったので、一度上げてみることに。やはり年代物のキビナゴはダメなのでしょうか。こまめな付け替えが必要かもしれませんが、とりあえずこのままやっていきます。ひたすら待ちます。餌を変えては電気浮きを投げて、まだ少し肌寒い夜風とともにその時を待ちます。成長してるの。右に浮かぶ赤い光がお隣さんの電気浮きなのですが、私の投げた緑の電気浮きもそれなりのところまで飛んでいる気がします。飽きてしまったのでルアーを投げてみることに。何度か投げてみるのですが、釣れる気はしません。ダイソーのシャットテールワームに変えてみます。これってさ、光ってないとダメなんじゃなかったっけ。ね、気にしなくていい。気にしなくていいの？本当かい。実績のない人が
実績のない人から助言をもらい、奇跡を信じてルアーを投げていきます。夜中でも明るい横須賀の夜景を背景にゆっくり糸を巻いていきます。しばらく頑張りましたが、私たちの竿には反応はありません。全然釣れませんね。結構頑張ったんですけどね、まあ他の人も釣れてないみたいなので、今日はそういう日だったということにしておきましょう。夜の弾丸兆候となりましたが、今年の太刀魚開幕戦の記録としてこちらに残させていただきます。今日の動画も最後まで見ていただきありがとうございました。今年も私にできる範囲で楽しく太刀魚釣りに挑戦していきたいです。温かい目で見ていただけたらと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。釣れない釣りログ。